礼いたします。この度前年度に続いて引き続き立候補させていただきました柳生でございます。よろしくお願いいたします。私は、誰もがそれを指針とされておると思いますが、議員としてまた議会として基礎的なところを定めました辰野市議会の議会基本条例にのっとった公正公平な議会運営と、今までの歴代の議員の皆さんや議長さんが進められたたくさんの市民の皆さんに対するご理解や信頼、そういう積み重ねの上に立って、さらに市民の皆さんの信頼を議会にいただけるような議会運営に努めたいと思います。これは何も議長一人が旗を振ったからできるというものでもありませんけれども、皆さんと共に市民の皆さんや関係者に信頼のいただける辰野市議会と、その方向に進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、所信とさせていただきます。ありがとうございました。